ビグニエフニャトコフスキの離任式に参列した小林大使、小林博士博士は日本の外交官、大使。イラク戦争下での外務省、サマーは事務所長、ドバイ総領事、長野県警察本部長、中ボツワナ特命全権大使、中イラン特命全権大使を経て、最後の公務として中ニュージーランド県クック諸島県。 に上特命全権大使を2018年から2020年にかけて務め上げた。東京都出身。1979年に一橋大学経済学部を卒業し、外務省入省。アラビア語研修を受けたアラビスト。紛争地を多く担当し、外務省中近東アフリカ局中近東第二課長、中東アフリカ局中東第一課長、第二課長等歴任。 2001年に起きたアメリカ同時多発テロ事件後のアフガニスタン紛争問題などに関わり2002年1月に東京で行われたアフガニスタン復興支援国際会議も担当2004年から自衛隊イラク派遣で派遣されていた陸上自衛隊サマーは宿営地内にあるサマーは外務省連絡事務所長を務め自衛隊と連携しイラク戦争下で ムサンナー県へのインフラストラクチャー整備を中心とした人道復興支援にあたった。宿営地に打ち込まれた迫撃砲やロケット砲などの調査も行った。サマーワ事務所での部下に石川博士隆史などがいた。2018年8月10日、州ニュージーランド県クック諸島県に上特命全県大使を拝命した。2020年12月18日、 中ニュージーランド県クック諸島県に上、特命全県大使を、最後の公務として、胃がん退職。は、現在の役職 ABC ニュージーランド大使に、小林市日本経済新聞、小泉内閣メールマガジン第219号、外務省各国、地域情勢、小林様は事務所長インタビュー、人事、外務省日本経済新聞人事外務省毎日、新聞、 abcdefghijklmnopqrs、e, 略歴外務省 abcdef 小林博史博史首相官邸。ありがとうございます。